吉祥寺プラザは東京都武蔵野市吉祥寺本町に所在する短館、ロードショー映画館。デジタル上映、3D 上映対応。全席自由席各階入れ替え制、1978年開館。開館時の名称は吉祥寺東映で、東映系の劇場だった。新東宝直営映画館を建て直してきた平野一郎が、 劇場支配人に就任すると、これからはアニメの時代とアニメーション映画に力を入れ、同じ投稿映画経営の3件、茶屋投影は、名画座として、リニューアルを図る。知人の東方映画関係者が、武蔵野地域の、もののけびめ上映先に困っていたことから、投影各所に断りを入れ、1997年7月12日に、吉祥寺プラザへと、屋名を変更し、 もののけ姫を上映。前日まで投影、失楽園で満員御礼を出していたため、この決断は業界を驚かせたという。以後、配給元の縛りを受けない独立系映画館となっているが、以降も、東方系アニメーション作品は積極的に上映している。かつては看板下に手書き看板などが取り付けられていたが、現在は黒字に。 白抜きゴシック体のロゴがあしらわれている。なお最上階は、同劇場が運営するレトロなバッティングセンターとなっている。ありがとうございます。